こんにちは、阿部チャンネルです。日本維新の会衆議院東京第12区選挙区支部長の阿部司です。今日ですね、こちら、飛鳥山公園で撮影をしているんですけども、ここですね、渋沢栄一さんですね、もう今度大河ドラマにもなる大河ドラマ青天を衝けの主人公でもある渋沢栄一さんが住んでいた旧渋沢邸園の前に来ています。でみんな気になっているこの渋沢栄一についてですね、今日は少しお話をしたいと思います。渋沢栄一さんですね、本当経済人からはですね、ビジネスマン、非常に人気のある歴史上人物かと思うんですけれども、まあね、中高生の方とか、あと、まあ、学生、まあ、大学生の方とか、あんまり知ってる人いないかもしれないですね。あまりこう目立たない坂本龍馬とか、そういう、あと、なんか、まあ、歴史の人物、織田信長とか、そういった人たちと比べると、あんまり馴染みがないのかなという人物かもしれないんですけども、それ違うんです。全然違うんですよ。もう本当ね、渋沢栄一はビッグな男なんですよ。皆さんにこれを知ってほしい。はい。で、渋沢栄一さんですね、まず最初、埼玉県の深谷市で生まれまして、実家がですね、まあ、すごい大きな農家だったんですね。いろいろと、養蚕、まあ、蚕を飼ったりだとか、あと、まあ、そこから派生して、まあ、なんか金融業なんかも営む、結構商売なんかもやられてるお宅だったらしいんですけれども、そこで、まあ、生まれて、農家だったんですけど、まあ、いろいろ教養、まあ、本当、いわゆる論語読んだりだとか、四書五経っていうね、中国のそういった書物読んで、勉強したりしてですね、武家になりたかったらしいんですけども、まあ、そんな中でですね、当時は渋沢栄一が生まれた時代っていうのは幕末ですね。本当にこう黒船がやってきて、日本開国するのかしないのか、もう大変な時代ですよ。こうした中で渋沢栄一もですね、もうけしからんと、外国人けしからんといった、もうそういった尊王攘夷思想、これにまあ影響されて、これすごいんですよね。もう高崎城、群馬の高崎城というところを奪って、そこから武器奪ってですね、横浜を焼き討ちにして、外国人を殺すっていう、本当テロリスト、こういう計画を立てていたですね、本当血気盛んな、もうテロリストだったんですよ。そこからですね、やめろと、もう親しい人からですね、お前やめとけと、絶対成功しないから、ということで、それをちょっと断念して、ただもう、もうそうしたことですね、そういうテロ行為を行おうとしてたのを、まあ、察知されてたらしいんでですね、まあ、実家の方にも帰れないということで、紆余曲折あって、幕府型のお役人さんの方にですね、お世話になって、なんとですね、幕府を倒そうとしていた、外国人を殺して回ろうと、横浜焼き討ちにしてしようとしていたテロリストがなんと幕府型の役人になってしまって、そこで、働き出すという、 こう数奇な運命なんですね。で、そこで、まあ、渋沢栄一非常に優秀だったもので、どんどん取り立てられていって、仕事を認められて、よし、お前と、これからどんどん日本の産業を発展させていくために、海外に行って学んでこいということで、ヨーロッパの方にですね、留学したんですね。で、これがまた、数奇な運命で、渋沢栄一は、ヨーロッパに留学している間に、なんとですね、幕府が、倒れて、もう明治維新が成り立ってしまったわけなんですよね。で、渋沢栄一帰ってきたらもう、幕府なくなってるわけですよ。で、これもね、どうしたもんかって言ってたら、まあ、渋沢栄一やっぱり優秀なので、明治政府でもですね、よし、ちゃんと仕事してくれって、ぜひ、仕事してくれということで、大蔵省で取り立てられて、そこでも、まあ、めきめき頭角を表していくと。渋沢栄一ですね、まあ、大蔵省を辞めた後も、一民間人としても非常に活躍をしていて、結局ですね、近代日本の資本主義の父と言われる男になりました。約500のですね、会社の設立、あと600の、教育、社会、公共事業の団体などを作って、まあ、本当にこう日本の、この社会経済の発展の本当に礎となったのが渋沢栄一、もう超、超ビッグな男ですね。なんだろう、ソフトバンクの孫正義社長とトヨタの社長となんかいろいろくっつけ、もう束になったぐらいすごい
ような人かなというイメージなんですけれども、まあ、例えば今でいうみずほ銀行、東京海上、あと札幌ビールとか、今でも残ってる会社たくさんあります。で、ちょっと北区に舞台を移すとですね、渋沢栄一37歳の時に、ここに製紙業を、まあ、歓迎で、いわゆる、まあ、政府の会社として、製紙業の会社を作ろうと言って、見に来た時に、飛鳥山いいじゃんということで、ここにですね、4000坪の土地を買って、この飛鳥山のですね、もうまさしくここの、旧渋沢庭園のところに、まあ、住んで、死ぬまでここで住んでいたということです。で、非常に風景とかも良かったので、渋沢栄一ですね、非常にまあ、ビジネス、もそうなんですけど、民間外交、民間での、そういった国際交流の発展に、国際交流の発展にもですね、非常に力を尽くしまして、外国の偉い人とか呼んできて、飛鳥山の桜とか見ながらですね、まあ、交流をしたというような話も残っています。で、北区でも、まあ、いろんな、まあ、教育だとか、まあ、橋とか道路とか、そういったところのですね、まあ、構築とかにもです、ね、非常に、まあ、助言したり、支援をしたり、寄付をしたりしていてです、例えば、この近くですと、元無橋っていう橋があるんですけれども、ちょうど、なんだろうな、飛鳥山と、北区役所の間の橋なんですけど、これもですね、架けるときに、なんか寄付してくれたのかな、そうした話も残ってまして、ここ北区の発展にも非常に力を尽くしてくれた、そうしたもう本当に大変ね、偉い人になります。はい。まあ、渋沢栄一、あと、私の好きなエピソードあるんですけれども、三菱商事の、設立、三菱グループの設立者、創設者である岩崎弥太郎とですね、まあ、同年代、まあ、同じ時代を生きた人なんですけども、渋沢栄一に、まあ、日本郵船っていう会社は今あると思うんですけど、その、まあ、いわゆるこう海運関係で、一緒に儲けようぜっていう、こう、儲け話を持ちかけたときに、渋沢栄一は、いや、俺は、社会のために働くからお前と一緒にやらないというような話をしたという話も残ってまして、渋沢栄一のすごい真骨頂はですね、このビジネスの利益の追求とその社会の全体の発展、公益、まあ、いわゆる公の利益、これはまあ、一緒に果たしていけるっていう、そうした考え方の持ち主でして、これからのこの日本の社会の発展、世界の社会の発展、まあ、本当に利益だけ追求して環境破壊するとかそういったことじゃなくて、社会がどのように全体で発展をさせながら、まあ、自分を儲けるかっていう、これを両立していくっていうこの考え方、これをですね、これはもう現代のこの経済発展にも本当に非常に通じてくるですね、もう本当先見の明のある人だなと思っています。なので皆さんですね、まあ、新一万円札にもなるこの渋沢栄一さんですね、書籍もいろいろ出てますので、ぜひとも読んでみてください。あと論語とソロ版っていうのも書いてます、名作なんですけど、これもですねぜひ読んでみてください。はい。あと大河ドラマ、青天を衝け、こちらですね、北区でもいろいろとプロモーションしていくみたいなので、飛鳥山もぜひとも遊びに来てください。もう本当にいいとこです。渋沢邸もですね、ちょっと、戦争中に焼けちゃって、一部しか残ってない部分あるんですけども、博物館も渋沢栄一記念館もできましたので、はい、ぜひお待ちしてます。はい、ということで今日は渋沢栄一についてお話をさせていただきました。はい、安倍チャンネルですね、ぜひチャンネル登録お願いします。Twitter、Facebook などなど、 Instagram などなど SNS もやってますのでフォローお願いします。はい、では、今日は この辺で終わりにしたいと思います。日本維新の会。欲しいやつです。授業の説明。